こんにちは、信州稲田の卵屋の木村です。久しぶりの更新になります。もう早いもので4月になってしまいました。今年は皆さんのところはもう桜は咲かれましたか？こちらの方は今ピークです。まあ、そうすると撮ってる時期が、編集時期とまたずれてしまってアップするときにちょっと時間がずれてしまうんでちょっとお恥ずかしいなと思うんですけど、いかがでしたかね。今年は例年に比べたら1週間から10日ぐらい桜が咲くのはこちらの方は早かったんですが、いかがでしたでしょうか。お花の方はそうですね、こちらの方は今年はちょっと淡いピンクかな、その分だけ暖冬だったかなと思ってます。でこちらの方の桜なんですけれど、まあ、寒さがですね厳しい年だと結構ピンクが強かったりとかする、気のせいかもしれないですけど、で暖かい暖冬だと年々、白っぽくなってくるっていうかなと思って見てます。で、こちらの方で咲いてる桜がですね、皆さんのところソメイヨシノが多い、まあ、いろんな河津桜とか他の桜もあるかと思うんですけれど、こちら、信州稲田の方はですね小彼岸桜という桜になります。ソメイヨシノだと僕らは見ると白く真っ白い桜というふうに思うんですけど、こちらの方はですねこう見ていただくとちょうどここにあるんですね、これ小彼岸桜という桜になります。ご覧いただけますか、ね、ちょっと焦点が合うか分からないんですけど、今ちょっと鼻の周りに虫が来てるんですけど、鼻のですね大きさが1輪というか小さいんですよね。で咲き始めは本当にピンクが強くてですね、まあ、咲いてもですねソメイヨシノと並んでみると結構ピンクが強いなって言っていう思いがあります。ソメイヨシノの方が若干後の方から咲き始めるんですけど、白い、まあ、昔は梅が咲いて、ソメイヨシノが咲いて小彼岸桜が最後に咲くかなと思ってたんですけど、最近はもう同時に咲いてしまう、もしくはそうですね梅の方が後だったりとかすることもあるみたいです。うちの近所の梅はまだ咲いて若干咲いてるぐらいかな、まあ、日当たりの部分ではあるんですけど、同じところにあるところでも桜の方が先に咲いたりとかしてます。で、今日のお天気なんですけれど、ご覧の通り中央アルプスは山頂の方、あれ見えるのは稲前岳っていう中央アルプスの中の山の一つなんですけれど、残雪が残って真っ白です。これがですねあと1ヶ月ぐらいすると一雨ごとにどんどん夏山に変わっていきます。それが見事に早いです。だから、今のこの時期じゃないとこの桜の残雪が残ってる風景というのは見られない。だから残雪が見れて桜も撮れる場所のおすすめスポットとか、この近くだと笠原の堤、キムレ通信とかでもアップさせていただいたり、おととし2年前のキムレ通信の4月号はもしくは5月号だったかな、6月号が、笠原の堤ってため池ですね、ため池の周りに桜が咲くんですけど、その向こう側に先ほどの中央アルプスが映るというこの絶妙な撮影スポットがありまして、もしくは天竜川、壬生川っていう天竜川の支流があるんですけど、その河川敷からもちょうど中央アルプスが綺麗に撮れる、まあ、仙城だとちょっと方向が西、こちらから言うと西側、ごめんなさい、東側になってしまうんでちょっと逆光になってしまったりして、ちょっと撮りづらい部分があったりとか、まあ、この時期だと春霞、ここにもこう塵が舞ったりとかするんでちょっと白っぽくなってしまうんで、朝方だとすごく綺麗に撮れるんですけど、今だともう春霞がもう出てしまってちょっと撮るには撮りづらくなってしまうんで、まあ、東側にいる夕日が照らされたところで千畳ヶ岳と一緒に撮るのはちょっと方角的に厳しいかなと思います。あとそうですね、もし、水辺とかで桜が咲いてるところとかお花が咲いてるところをこう撮りたいなと思った時は、一番おすすめは朝一で太陽が昇る前に撮るとか、まあ、この近くだと笠原の堤っていう堤があるんですけど、それをどうしても撮りたいなと何回も通ったんですけど、昼間はダメなんですね、風が起きちゃって。だけど朝一でそうですね5時とかすっごく朝行くとピシッと鏡張ったような状態で撮影ができるので、まあ、天気にもよりますけどもちろん、でも朝方だと風が起きてきてないので綺麗に撮れるんで、もし、撮ってみたいなっていう方とかこの近くに、来られる方が来られました、笠原の堤もしくは六道堤っていう名前がありますので、そこで撮っていただけたらと思います。
ちょうど今が満開で見頃になってます。例年だと10日とか15日が満開なんですが、今年は10日ぐらい先ほども申し上げた通り早いので、早めに来ていただければ、今週いっぱいまでは満開が楽しめるかなと思ってますけど、もう桜吹雪も始まっちゃってますんで、まあ、うん、遠方からお越しの方はお早めにと思います。まあ、これ編集アップした時はもうすでに遅いかもしれないですけど、そしたら来年のコツとして覚えていただけたらと思います。で、近況です。卵の前に鳥インフルエンザですけど、鳥インフルエンザ落ち着かないですね。ニュースにも しきれなくなってきたんでしょうかね。北海道で連続して発生してます。大規模な発生で30万羽とか40万羽の養鶏場から出てるので、北海道の地域の方は卵が本当になくなってしまうんじゃないかな。1割ぐらい、1割か1割5分ぐらいなくなってしまうかなと思ってますけれど、まあ、あとは東北の方とか、まあ、やっぱり渡り鳥がこう北に帰ってく、それに沿ってこう鳥インフルエンザの発生地域も上に上がってくっていう、やっぱり野鳥じゃないかなと思ってます。で、うちの場合も今年はちょっとまだ鳥フルの危険があるなと思ってるんで、あちらに見えるロケット花火をまだ打ち上げてます。まあ、例年だとゴールデンウィークちょっと前ぐらい、まあ、4月の下旬ぐらいになるともういいかなと思って、一応オーバーフローでメンテナンスかけて来年また冬になる前に使い始めるんですけれど、まあ、オーバーフローして、やっぱりロケット花火なんで火花が飛びますんで、その部分で接触が悪くなってくるんで、そのメンテナンスをお願いするために、製造元の方に一回返して、お休みじゃないですけど、うち2台鶏の卵を産む方の鶏の鶏舎と、その離れたところにひよこを飼う鶏舎があるので、そちらの2台で飛ばしているので、これを掃除するため、オーバーフローをかけるためにメンテナンスもう少ししたら入ろうかなと思ってます。まあ、そうですね、石灰撒いたりとか、密閉空間でやってるとことかでもどうしても発生してしまってるので、なかなかね、そのあたりは難しいですよね。うまくいかないと言ったらなんですけど、設備を新しくしたりとかしても、やっぱり今カチャンと落としたんで、そろそろ発射すると思います。ちょっとこのあたりドキドキしながら撮影してるんですけど、まあ、鳥インフルエンザに関してはもうこれ毎年出るのかなと思ってます。やっぱりどうしても空気感染になったりとかして、で、話聞いてみると、鳥インフルエンザってこう人が通る通路側から出てるんであれば人媒介っていう風に判断するんですけど、経営者の真ん中から出るっていうことがまあまああるみたいです。ってことはやっぱり人間がこう中に入ってくるにはもちろんあるんですけど、それだったら通風路側が一番人の行き来があるので、人媒介にするってことがありえるんでしょうけど、かといってネズミが真ん中から入るっていうのは基本的にできないですから、まあ横からとかはありますけど、経営者の建物がこうある中から出てくるっていうこともあるってことはね、やっぱり屋根とかからも、鳥の糞とか野鳥の糞とか、このあたりが媒介すること、本当にちょっとの量でなるんじゃないかなと思ってます。だから野鳥が飛ばないようにするにはといっても、なかなかそこは難しい話ですし、ましてやウィンドウレス鶏舎、ウィンドウがないっていう、そういう本当に完全密閉で、なくても中にダクトを回して換気するためのですね、ダクトを回しても、でもう完全に外気遮断のタイプでのとこでも、大量に大規模養鶏場さんはもうウィンドウレスでやってますので、そういうところでも出てるっていうところを見ると、なかなか石灰とか、ウィンドウレスでやってるものが出るとなると、まあ、屋根とかそっちの方ももう見ていかないといけない次元かなと。まあ、あとはそうですね、韓国とか、向こうの上の方の大陸の方からだいたい発生が早くなってきてるので、まあ、その分早めに早めに警戒していかなきゃいけないかなと思ってます。まあ、長野県の方は今のところ今年、前回の動画でもお話しした通り、長野県は今シーズンも発生してないです。過去にも発生はしてない。まあ、そのあたりは野鳥がこう飛来してもですね、食べるものがないというのもあるかもしれないですし、寒さが結構きついですから、まあ、それだったらでも野鳥が北に北上していくときに寄るところはね、西側の方、松本のちょっと上の方の安曇野とか、あっちの方に白鳥湖とかあるぐらいですから、あそこら辺に飛来することはあったりとか、とは思うんですけれど、まあ、長野県は今のところ出てないという、まあ、そもそもですね、長野県養鶏場ないですから、
余計じゃないっていう表現は語弊があるかもしれないですけど、数が他の他県さんと比べてこう日本の中の真ん中にあって、餌って絶対港から来るので新潟であったりとか鹿島で、鹿島、茨城の鹿島であったり知多半島であったりとか、まあもちろん大阪とか北海道とかもあるとは思うんですけど、陸送よりも船便で来ますんで、そうすると長野県ってどうしても海がないですから、海なし県なんで餌が高くなってしまうんですよね。むちゃくちゃ高いんですよね。もう僕らがあの海岸の方の養鶏場さんの餌の値段聞くと、もう羨ましいって本当に思うぐらい、そのぐらい、だから養鶏場さん多いんでしょうけど、僕ら長野県内は本当に養鶏場少ないですから、うん、まあそれで発生しづらいということもあるかもしれないです。ただこれはたまたまだと思います。まあ今年、たまたま、その前もたまたまで出てなかっただけなんで、相変わらず油断はできないですけど、まあそんなコロナもありまして、鳥インフルエンザの感じにつきましてはそんな感じです。まあ餌の方は相変わらず高いので、高止まりの状態、若干先物は下がってますけれど、円安の動向がどうなるかも分かんないですし、分かんないというか、ね、そのあたりは皆さんの製造業であったりすると逆回転しますし、僕ら輸入の穀物を使わないとできない、僕らの規模でも穀物国内産で賄うということはできませんから、なかなか、だから円安は結構もろに響いて、円安と穀物相場の高さで、それによってあの大量に生産ができないので、卵は、そうですね、今年今の時点で生産してるのは去年の、そうですね、70% ぐらいしか生産してないですね。 70% ぐらい、まあこれはもう自衛ということもあるし、一つはもう飼料高騰、円安、ウクライナの情勢による穀物の不足の状態、あとは某疫病って言ったらいいのかな、コロさんの、それに伴うあの海外からの輸送の便が手配できないとか、まあ、そのあたりがあったりとかして、まあ一番それと、もう一つ付随しているのは、うちの袋ももうこれで4月でもう、80になってくるので、他の従業員さんも年齢も結構同じぐらいなんで、高齢化の問題があります。で、あのうちの売店ではちょっと話をさせていただいてますけれど、高齢化の問題があるのでもう大量生産できません。もう作れないです、作れない、これはもうずっと言ってますけれど、もう本当に自分たちで作れる分だけしか作りませんので、で従業員さんほとんどがもう75以上になってる、70以上80以上でね、働いてもらうっていうのも酷なんで、まあ、そのあたりだからたくさんは作れないです。で外国人の労働者さんもお願いする部分はありますけど、あの技能実習生、とかの話題が新聞とかにも出ますけど、実際にホイジャーってそんなに 安く使おうとかっていう前に、あの実際のところはそんな安くないです。やっぱりそれなりにあのお手当出さないと来ていただけませんし、やっぱり同じ人と人なんで、日本人のパートさんとも変わらない条件、むしろいいかもしれないです。まあね、そのあたりがなかなか厳しいんですけれど、そういうこともあって、まあ、あとはもう僕らの労働力、その年齢的な募集してもなかなか、ね、製造業でも必死で、今まで長野県でも伊那市は結構大きいメーカーさんだとか製造業の方が多いので、求人も結構あるらしくて、他県の車のナンバーの方が、住まわれてるケースも結構ありますので、まあ、そういうことで人材の奪い合いという表現は悪いですけど、やっぱりそちらの方に就職される方り、働いた買われる方も多いので、なかなか厳しい状況にあるのかなと。まあ一番はそうですね、そこがもう天井になっているので、これからまだ生産量はやむなく少なくなっていくと思います。まあ飼料高騰だったりいろいろ難しい問題ありますけど、暗い話になってしまうんですけど、それでもね、皆さんが美味しかったとか、この卵じゃなきゃっていうのと、あとはそう、うちあの餌、以前もお話した通り魚の粉を使ってるので、この魚粉がですね、本当に手に入らなくなってきました。もうですね、餌が
先月かな、魚粉入ったんですけど、ちょっと来た高級車がポンって買えるぐらいのすごい値段になってまして、その魚粉って魚の粉の乾燥させたものなんですけど、それなりのものもでも多分手に入らないと思うんですけど、うちの場合ヒスタミン値って言って抗酸化進んだものを使ってしまうと卵の臭みが出てしまうんで、どうしても一社の決まったところからいつも入れてるんですけど、そこから入るのももう10年前の 210%、 230% ぐらいアップになってます。もう10年前と比べたらもうそのぐらい、直近の5年でももう145とか 170% ぐらい上がってます。そのぐらい。でもこの餌使わないとうちの卵の旨味、あのね、おでんとかもそうですけど、和食も魚の粉を使って昆布を使うと旨味が出るっていうじゃないですか。うちもそうなんですけど、卵に魚粉を使って昆布の乾燥の粉末なんですけど入れてることがあって、旨味が出やすいんですよね。それが一番顕著に出るのは卵黄、まあ、食べてすぐ分かるかっていうより、あの卵かけご飯もそうなんですけど、入り卵にした時のふわーっとした中にこう旨味、まあ出汁の味が分かるか、まあ最近ね、僕も大好きですけど、カップラーメンとか化学調味料を食べるとこのあたり敏感さが薄れてくるかもしれないですけど、まあうちが長く常連さん、新規さんでもなかなか1週間待ちとか2週間待ちになってしまったりとかすることもあるので、購入されることがなかなか難しくなっている現状はあるんですけれど、まあずっと続けてくれていただいているお客さんが、地元もそうですし全国のお客さん、ネットのお客さんもそうなんですけど、たくさんは本当に作れなくて、もうだんだん待っていただくっていうスパンが長くなってきてしまってるんですけど、実情で続けていただいているお客さんが いるからこそ、うん、ありがたいことに、まあその魚粉を使い続けることが、使うことにこだわりを持ってやらさせていただいてますね。タンパク質をやっぱ卵を作るには、鶏の体内もそうなんですけど、タンパク質を補給するのに何を使うかっていう、昔だったらどこの養鶏場さんでもやってたと思うんですけど、今はもう本当に使うとこなくなって、うちのひよこ、うちがひよこのメーカーさんからその魚粉を入れるんですけど、それ使ってるとこももうほとんどもう5本の指、全国で 何百社という取引のある中でも5本の指あるかないかぐらいだそうです。もうそのぐらい使えないです。もうあの値段見たら買わない方がいいですよって言いたくなるんですけど、やっぱり味が変わっちゃうんで頑張れる限り頑張りたいと思います。そういう点では明るい、あ、本当にそれが支えでやらさせていただいてます。だから見て、うわまだこんなに先だな、ほいじゃあ他でって、値段的にもう比較されるんだったらもう絶対勝てませんから、うちはもう無理してね。でもシフォンケーキ焼いたりとか、お菓子焼いたりとか、まあ子供さんが卵かけご飯好きだったりとか、あとはスクランブルエッグだったってちょっと食べたいなって、味が足りないなって、2個のところを、あ、卵1個のところ2個入れたり3個入れたりするよりも1個で美味しい味が食べられるんであれば、まあその方が逆に良かったりもしますし、後の満足感もあると思いますんでね、そのあたりをもし検討の中に入れていただけるんだったら、本当に待っちゃうかもしれないですけど、今もう手に入らないです。手に入らなくなってきて来るのは生産量と、さっき言った原因があるんで、売れてるからじゃなくて作れないので、だから、まあ、そんな変わった養鶏場の卵なんですけど、またよかったら興味があったら本当に待っちゃう、1週間ぐらい平気で待っちゃうと思います。下手すれば2週間先とか、でも先の予約って形で受付はさせていただいてるので、またそのあたり上手に使っていただけたらと思います。あと物が足りないということもあって、バランスどうしても取る、需給どうしてもゴールデンウィーク前とかだってドーンと注文いただいても対応できないですし、月末とか月始めとか本当にあの生産量は一定なので、そこにピークの注文が来ても対応ができないんで、待つ傾向は強いです。だから月中、これからちょうどいいタイミングですよ。そこのあたりを予約として入れていただいた方がちょうどいいとこ選べますし、むしろ月末とか月初を選ばれたりとかされるより、これはずっと言ってるんですけれど、うまく使っていただくことで定期的にスパンも組めますし、美味しいところが、見た目もいいところを選んでお届けできるので、まあ、うまく使っていただけたらで、いよいよその月末とかゴールデンウィーク前とか、明らかにもううちのキャパを超えそうっていう時は申し訳ございません。あの売店とか自動販売機とかもそうなんですけど、値段をどうしてもバランス
取らなきゃいけなくて、お店閉めることの状態が長くなってしまうんで、上げさせていただいてます。これは先ほども申し上げた通り、一定の量の計画の生産しかできないので、先ほども申し上げた通り、去年の 70% しかもう生産できないので、だけど、ピークだけはポンと来て、ありがたいんですけど、でも鶏そこだけ増やすってこともできませんし、人もそこだけ増やすっていうのはできませんので、機械化してないんでアナログなので、だからどうしても値段上げて調整したり数を減らしたりとか、まあ通販の方もどうしてもそういう傾向は強くなってきたので、また検討させていただくようになっていくと思います。ですので、もしこれをご覧いただいて、ご利用いただいたりとか、ご利用してみたいなっていう方は、月の半ばだったりとか、平日の水曜日とか木曜日とかを狙っていただいた方が、スムーズにお届けもできますし、いいところを選んでお届けができるので、うまく使っていただけたらと思ってます。まあ、ちょっといつもの通り話だけ長いんですけれど、最後に信州の風景をざーっと、桜の見える風景を見ていただいて、お届けできたら、春の風景をご覧いただけたらなと思います。これがいつもご覧いただく、木曽方面ですね。実は今日の午後からちょっと松本の方に用事があるので行かなければいけないんですけど、向こうに見えるのはあれも小彼岸桜ですね。でこうずっとぐるーっと回っていくと、これ見えるのが京ヶ岳がだんだん見えてくるんですけど、あの向こうに見えるちょっと一本だけ咲いてる桜ありますかね、あれが小彼岸桜で、僕の大好きな一本桜です。あそこだけちょっとこれ角度が良くないんで、後ろにも桜があるように見えると思うんですけど、あの後ろに見える白い桜はあれはソメイヨシノですね。あ、まあ山桜かもしれないですね。こちらに見えるのもこれソメイヨシノだったと思います。でこの一本桜は小彼岸桜。ちょっとこの動画ではっきりわかるかわかりませんけれど、ピンクが強いですよね。これ咲き始めだともっとピンクなんですけれど、でこれが見えるのが京ヶ岳ですね、中央アルプスで、くぼんでいるところが、ゴンベイ峠、ゴンベイトンネルが開いていて、あの下にトンネルが開いてるんですよね。あれをくぐっていくと中央高速道路の伊那インターから、あの木曽のゴンベイトンネルを抜けるとですね、木曽谷に行けます。前は先ほど見ていただいたように、あちらの塩尻の方を抜けて1時間半から2時間ぐらいかけて来そう、ずっとその見えてる山の向こう側を国道19号を行くことになってた、行くので時間かかったんですけど、今はですね、ゴンベイトンネルをくぐっていくので、本当にものの30分から40分ぐらいで来そうに大事に行けるので本当に便利になりました。またよかったら、ぜひ夏は涼しいですし、蕎麦も美味しいですし、食べるものも美味しいので、稲田にももちろんおすすめのところ、山とか綺麗ですのでおすすめなんですけれども、木曽谷も近いので抱き合わせていけることもできますので、ぜひ。でこちらが中央アルプスですね。後ろに見えている真ん中にあるのは前だけ、尖っているのは中だけで、その奥に見えるちょっとポンと出ているのはあれが木曽駒ヶ岳、ここ見えたんですね。でずーっと来て、これが南アルプス、南駒ヶ岳の一番高く見えているのが携帯のストレージがいっぱいになってしまったので、先ほど話に出ました六道の堤、笠原の堤の小彼岸桜の様子になります。こちら朝方早く行ってですね撮ったところなんですけど、いかがでしょうか。この日はちょっと春霞にかかってしまっているので、中央アルプスを背景に撮ることまでできなかったんですけど、これだけでも水辺にですね小彼岸桜が映っていて、いかに綺麗かというのがお伝えできるかと思います。これが、高遠城址公園からだと、そうですね、車で15分ぐらいで、僕ら玉子屋からだと車で10分ぐらい、ちょうどこの日はですね観光客もいなくて朝方早く行ったのか、ちょうどそうですね、中央アルプス後ろの方に見えますね、先ほどお話しした水前岳とかが見えてますね。これがですね本当に朝行くと風が少ないので本当に綺麗に映って見えます。
そんなようなわけで、信州稲田の桜の様子をご覧いただきまして、最後にまた気が向いた時に覗いていただけたらと思います。本当に励みになりますので、いいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた季節の変わり目、皆さんお体にくれぐれも気をつけて、それではさようなら。